男前オバドルズでーす。うまくいきましたかね今回は。うまくいったんじゃないですか。やっぱりちょっと予行演出必要ですよねこれね。そうですね。はい、はい、じゃあ今日もう一番びっくりしてらっしゃる方がいらっしゃるんですけれども、それではすいません自己紹介お願いいたします。はい、今日のゲストです。はい、はい、皆さんこんにちは。今茨城県の土浦共同病院というところで緩和ケアを担当している医師の三宅です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、あのですね、もう三宅先生はもうあの初めましてなんてとても言えないんですよ。もう本当に私も、お世話になりまして、それであの三宅先生の思い出がたくさんあるんですね。それで今日はあのまず最初にあの三宅先生が、ね、あの私たちの、大集会の時にのの字の歌体操っていうの懐かしいですね。またやりたいですけど、はい、それをやってた時にあっと思ったら三宅先生が一緒に踊ってくださってて、もうあっなんて可愛いみたいな、あ言っちゃった思ったお姿とか、それからさっきちょっとねお話しなさったけど声が素敵、もう本当にあの低音の魅力、もうそれがねしっかり印象に残ってるんですけれども、あのまあ私よりもですね今日はあの山田さんはもう本当に長く三宅先生とあの お付き合いっていうとちょっと語弊が、はい、皆さんがえって思うかもしれませんので、はい、そういう、まあ、あれがありますので、本当に10年以上のですよね、はい、初めてお目にかかってからは。そうですよね。だからちょっとそんなあれであのちょっと言ってもいいよさそうな笑い話とか、なんかいろんなお話を伺いたいと思うんですけども。そうですね、懐かしい話から、懐かしい話、いつ頃の話になるんですかね。そうですね、あの先生、三宅先生が東京医科歯科の方にいらっしゃってから、まあ、坂下千鶴子先生っていうあのやっぱりがんの体験者の先生が、はいはい、あの仲介という形でお目にかかったのが最初かなって思いますけど。そうですよね三宅先生。そうですね、2012年の私5月に医科歯科に来たんですが、12年、ちょうど10年、私の下に配属された坂下博之先生っていう、あ、はい、千鶴子先生のご主人ですね。はい、その関係で千鶴子先生を紹介していただいて、うん、それが最初ですよね。まあ、そうですね、はい、懐かしい名前がいっぱい出てきます。はい、そうなんですか。はい、それでやっぱりがんサロンも医科歯科でやるというか、そういうなんか流れがなんか医科歯科の方の中にもあったようで、その辺からの関わりかなって思いますけど。ああ、そうなんですか。もともと2012年に私が戻った理由が、当時医科歯科ががん診療連携拠点病院じゃなかったんですよね。でそれを医科歯科を拠点病院にする目的で私が呼び戻されたという経緯があって、はあ、その拠点病院になるためにはいろんなその患者団体のいろんな協力っていうのが必須だったので、はいはいはい、その時に坂下千鶴子先生からそのがんサロンの話とか、まあ、その後にまあケアサポーター養成講座とかね、いろんな話を、まあ、むしろいただいたので、こっちがまあ、やらせていただいたっていう感じです。いやいや、ものすごくもうご協力いただいたの、こちらからの目線で言うと、本当にあの大学の先生、教授先生をはじめいろんな先生方の本当に五大がんの話を、もう本当にあの対面式で授業を受けてるような素晴らしいお話を本当に聞かせていただいて、学ばせていただいて、受講生ともどももう感激、大感激でした。ですよね。やっぱりあのそれこそあのがんになったからこそっていう言葉があるんですけれども、やっぱりそういう講義ですとか、そういう、まあ、先生方のお話なんていうのも普通はなかなかちょっと聞く気もしないし、聞きに行けないですよね。はいはい、そうですね。であの厚生労働省がやっぱり基本的にいろんなプログラムを作ってくれたんですけども、うん、やはり坂下先生とご相談で、やっぱ五大がんの学びは最低必要ですよねっていうところで、ちょうどあのマッチングして、その話を三宅先生にお伝えしたところ、本当にあの肺がん、それからもちろん乳がん、
大腸、それから肝胆水ということとか、もう本当に五大がんのところの専門の先生のお話が聞けてあっていうの、うんうん、で三宅先生にはがん全体の全般的な基礎知識ということで、がんについての基礎知識をご講義いただいたっていうのは本当に今でももう覚えています。先生たちのスライドがまた素晴らしくて分かりやすくて、でもそうですね、すっごい難しいんですよ。難しいんだけど最新治療も含めて、そうなんだって、私が覚えてるのは私一人喋ってますけど、やっぱりがん治療のスタートから三宅先生お話してくださったの、あのちょっとあの走りをお願いできますかね。本当にこのがん治療ってまだ最近なんですよね。あ、そのがん治療の歴史、そうです。あ、そうそう、よく、まあ、スライド出したのは、まあ、放射線とそれから手術も1900年ぐらいだし、抗がん剤が、まあ、1945年とかそのもんですよね。世界第二次世界大戦が終わった頃に始まった治療なんで、まだまだ、ものすごいこの進歩ってね、本当によく言いますけど、もう昔だから、私なんかもうはるか昔の手術だから、多分ずいぶん今だったら違うくなってんのかなとも思ったりしますけどね。そうですよね、希少がんはまだ預かってませんけれども、やっぱり基本的に五大がんということでね、はい、でも先生たちとっても熱心で、なんかあのなんか先生楽しんでるような雰囲気も時々感じてたんですけど言っちゃうみたいな、もうだいたい受講生のそのリスポンスが違いますからね。はいはい、みんなだいたい、まあ、だいたいみんな教授とかに頼んだんですけど、もうみんなね、思いのほか喜んで、もう翌年から向こうから声かけてくれることもあって、それはすごいですね。とにかく、まあ、このこと言っちゃ変だけど、学生に講義するよりもずっと楽しいですよねあ、そんなお言葉をいただいてたんですね。それはすごいですね。あ、我々もいい経験をさせていただきます。いやいや、もう続いてる、うん、本当に。でももう本当コロナでなかなか対面式ができない中で、あの今年はあのオンラインでやっぱりさせていただいたんですけど、でもそれなりにできるもんだなとか言いながら、でも時間的にはやっぱり画面越しなので短い時間に、あの集約させていただいたので、ね、それで今あの、まあ、私もその生かし家で本当にお世話になりましたけども、今先生があの土浦の方にいらしたんですよね、はい、はい、今っていうことじゃないですか、土浦の方は。土浦はもともとあの、イカシカに来たのが1992年で、はい、1993年から、まあ、もともと土浦はイカシカの医者が多いところで、そうですね、はい、から、まあ、その緩和ケアの人はいなくてですね、その当時あの木澤先生ってあの緩和医療学会の理事長が土浦に来てた、筑波、今筑波の教授ですけど、神戸に転任になるので、まあ、その後任として私が土浦に来たのが最初だった。それが2013年。ああ、なるほど。そこで、まあ、最初は週一でお世話になって、2016年に今の新病院ができたんですけど、その設計の、まあ、緩和ケア病棟があるんですが、その緩和ケア病棟の設計にもある程度関わってきたような、そんな付き合いが。すごいですね、もう。あと土浦の駅で山田さんに会ったっていう。そうなんですよね。あ、そうなんですか、それ。実はあの私の居住地は秘密だったんですけども、二人あの朝、実は自分の場のボランティア活動であの駅前で、あの学生さんたちにみんなにあのいろんなキャンペーンをしてあった時に、三宅先生が降りてきたんですよ、電車からあの階段で、でびっくりして、本当にそういう出会いもありました。これはもう運命としか思えませんけれども、でも驚きでした。先生今日こっちですかっていう感じでね。そうね、先生も驚いたでしょ、目の前に山田さんがいたら。あんまりなんか自然な感じでしたねそうですね、そんなに極端にって感じでしたけども、やっぱりあれですね、地域に溶け込んでんでですねきっとねまあそれ面白いですね、人生っていうのはそうですね。そうすると今先生は、はい、土浦にいらして、どういう日程で暮らしてっていうか、今のいらっしゃる、まあ、週4日の勤務なので、週4日土浦、はい、僕は医科歯科にまだ診療に行ってるんですよね、大学に。ああ、
月曜日。月曜日は、まあ、東京に泊まって、もう違う。で、で火曜の朝に土浦に入って、火水木は、まあ、今土浦のホテルに泊まって。ああ。で、金曜日終わったらまた東京に帰って、土曜日はまあ東京に、でまあ、大学行ったりしてますけれども。日曜日は、実は私まだ、あのイカシカの前が栃木県立がんセンターに勤めてたものですから、栃木の小山にちっちゃい戸建てがあるんですよね。でそこに日曜日はメンテナンスに帰って、で月曜日に栃木からイカシカに来て、で、うん、そんな感じの3拠点で暮らしてます。それ1週間にそれだけこう全部移動してるんですね。移動してる。お休みっていうのはあるんですよね。基本的に土日は休みなので。あ、基本的にね。はい。いやー、じゃあお休みっていうのは特に自分で作って意識しないとお休みにならないですね。それ。そうですね、まあ、いろんな研修会とかまたありますので。あ、いやー、すごい。でもそうするとお医者さんってハードですね。でもそんなに割と今北関東って近いですよね。あ、そうですね、はい、まあ、そうは言いますけどちょっとそこっていうわけにもいかないんで、移動とか。あ、でもあの東京から土浦の駅はで、まあ、あのエクスプレス東京、あのあれですけど、あ、はいはい、1時間ですから、うん、上野からだと東京だと40分ですからね。そうですよね。でも本当に、ね、お、なのであの満員電車はきっと使ってないと思うので、ね、あのそこは結構あのお休みできるのかなって。帰ってその本読んだりとかね。そうですよね、時間、はい、あ、なるほど。だから通勤で苦労してるっていう感じではなくってきっと、はい、まあ、移動楽しんでる感じです。移動楽しんでるっていうと、なんかちょっとさっき聞いちゃったんですけど、なんか今、お屋根のついたスクーター乗ってませんか？あの昔大学の時は私ゲンチャリ取って自分を取って車を取ったんですよね、順番に。最初ゲンチャリに乗ってて、はい、大学3、4年で250を買って、うん、で卒業でまあ辞めたんですけど、一回、まあ、違う茨城の病院に勤務してる時にも一時乗ってたんですが、ここ15年ぐらい乗ってなくて、まあ、今回ちょっとまた、まあ、ちょうど今年私60年で還暦なので。おめでとうございます。新しいことを始めようと思って、まあ、そのヤマハのトリシティっていう前の管理者が出てきてね、それを買って今乗ってます。へ、大人のおもちゃで、大人のおもちゃですよね。はい、まあそう、まあ、そうですよね。大人のおもちゃです。そうですよね。なんとかライダーみたいになってるじゃないですか。そう、でも結構ね、あのですね、あの安定するんですよ。ああ、そうなんですか。あの、あと、まあ、屋根つけたんで屋根つけたって、そこがすごいなって。売れないんです。オプションですごいですね。屋根付きか。でも本当にびっくりするぐらい塗れないんですよ。だから車みたい。あ、そうよね。あとバイクやっぱりこの雨が降って路面が濡れるとこけやすいんですけど、うん、あの前が二輪だから本当にこけないですよね。ああ、そうかそうか、前が二輪ね。へ、でもなんかすごい目立っちゃってませんそれ。わかんない。まあ、たまにあの病院の職員に煽られますけど。あのみんな撮ってますよ、今こういう撮る時代ですから。そうです。あ、なんだなんだなんだっつって、そのうちね、きっと誰かがアップするかもしれない。そう、いっぱい乗ってきて、はい、ちょっと一緒に緩和やってる麻酔の先生がいるんですけど、はいはい、あの後ろから斜面で撮ったって言ってました。そうですか。ぜひあの SNS でアップしてもらうとか。すぐいいね押しますから。いいね、前から見るのはかっこいいんですけどね。後ろ姿はね、でもね、個人情報でやっぱり顔を出しちゃいけないって先生もきっとあの気づいて。これかぶってるか分かんないんじゃないですか。エレメントしてるから。今は夏だからジェットで顔は見える。ああ、そうなんですか。あ、なるほど。あ、いやー、でもなんか想像するだけでなんか楽しそう。うん、楽しい。もうぜひそのお姿をね、見せていただきたい。これから秋、とても天気も良くて気候がいいので。やっぱり茨城は二輪が合いますからね。今のお言葉いただきます。茨城は二輪が似合う。それあのどっかの CM で打った方がいいですよこれ。じゃあ茨城県の方に伝えておきます。はい、お願いします。ぜひ。今日はなんか妙な方向にちょっと行きましたけれども、でもやっぱり本当先生の楽しいお話はあのいいですね。嬉しいですね。そうですね、本当に。でも先生の思いでやっぱり現場に行きたいっていうか、思いあたりはあの
なんかつながってるんですか、ちゃんとできてるんですか、先生の思い。もともと大学も嫌いではなかったんですけども、さっき申し上げたみたいに、その、まあ、拠点病院にするとか、あと、まあ、ガンプロっていう文科省のプロジェクト、それを担当してたんで、まあ、それはそれなりに面白かったんですが、やっぱりその実際 の、 その実臨床として患者さんとか家族と、あとはその他のスタッフと、まあ、本当に臨床だけやってるって時間はあんまりなかったので、まあ、それが今できてるっていう、そういう実感はありますね。ですね。じゃあもう本当にね、多分このどんどん聞いたら1時間ぐらいもスーッといっちゃうと思うんですけれどもなんせ時間がありますので、もうそれでは先生の還暦の第二の人生を楽しく、もう充実した人生をまた歩んでいただきたいと思いますので、ありがとうございます。はい、じゃあ今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お体に気をつけて、はい、よろしくお願いします。それじゃあまた、はい、またね。